こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。勃起力を育てるゴールデンタイムは午前1時から3時です。最低6時間睡眠時間死守するようにしてみてください。今日私とてもテンションの上がる話題なんですけども、今日のお話は汗の中のフェロモンレベルをアップさせるバイアグラ野菜についてのお話です。何がいいって、いい男臭さってモテるんですよ。これね、共感してくれる女子はとても多いと思うんですけれども、ただの汗臭い臭い男の人じゃなくって、いい男臭さってあるんですよ。あのね、男臭いは男臭いんですよ。同じく汗臭さだったりとか、男性のちょっとこう油っぽい匂いとかなんだけれども、いい男臭さってあるんですよ。このエネルギッシュだったり、それこそフェロモンだったりね。なので、じゃあどっちの匂いを身にまといたいかというと、やはりいい男臭さまといたいじゃないですか。なので、今日このお話、全男性絶対聞いてください。モテます。いい男臭さはモテます。はい。でね、そのいい男臭さ、汗の中のフェロモンレベルをアップさせてくれるバイアグラ野菜というのが、実はセロリなんですね。セロリ苦手だなっていう方多いと思うんですよ。あの特有の香りとかが嫌だっていう方多いと思うんですけども、セロリが野菜のバイアグラというふうに言われてくるぐらい、男性にとってすごくいいんですって。これ聞いたらやっぱりね、食べずにはいられないですよね。もちろん女性にもいい成分がたくさん入ってるんですけれども、健康にも美容にも、そして男性の魅力にもセロリがとても効果的です。最初にセロリの栄養について、それからメンズにはなぜセロリが良いのかについて、そして3つ目が食べ方や選び方についてお話をしていきたいと思います。良い男臭さはモテます。最後まで聞いてください。セロリはヨーロッパの原産で、古代ではね、食用というよりも万能薬として使われていたそうです。ビタミン A、 それからビタミン C、 カルシウム、鉄分、マグネシウムなんかのミネラルとか食物繊維が豊富で、便秘、美肌にも良いし、あとは 100g で15カロリーというふうに、とっても低カロリーなのもいいですよね。で、じゃあね、実際にそのセロリ、もちろんお肌とかにもいいんだけど、男性にとって何が良いか、3つあります。1つ目が、男性をより魅力的にさせてくれるってことなんですね。さっきもお話ししましたけど、セロリを食べると汗の中のフェロモンレベルを上げてくれる。いいですね。なので野菜のバイアグラというふうに言われています。あのセロリの、皆さんじゃないかもしれないけど、苦手と言っている香りありますよね。あの独特の、あれがアンドロステロンとアンドロステノールという2種類のステロイドによるものなんだそうですね。あの香りが、つまり天然のステロイドを含んでるんですよ。なので体内でセロリが消化されるときに集中力を高めたりとか、フェロモンの分泌を増加させてくれるんですね。しかも食べたらすぐにこの結果が出るそうなので、あのデートの前とかに食べるといいかもしれません。あとはデート中の食事に食べるとかね、もういいと思います。で、セロリの効果2つ目、性欲を高めて精液の量を増やす。これ精液の量大事ですよね。性欲も大事ですけど、精液の量も大事です。バイアグラに頼る前に、まずはセロリで試してみるといいかもしれません。セロリの効果3つ目、アルギニンも多く含んでいる。このチャンネルではアルギニンね、おなじみですけれども、セロリにはアミノ酸のアルギニンも含まれています。なので疲労回復とか、あとは活力アップ、そしてバイアグラのように血管を広げてくれるので、とても良いということです。この3つがセロリの効果、男性にとってどう良いのかでした。じゃあ次、実際とはいえセロリってスーパーとかで買われたことありますか？あのね、結構なんか森ってこんなタワーでね、売られたりしてるんですよ。もしくは1本とかで、でコンビニとかだと野菜スティックとかの中にちょっと入ってるかなぐらいなので、ちょっとセロリ摂取してみたいという方はスーパーに行かれてみてください。でですね、コツは茎が太くて肉厚であること、それから香りが強くて
葉が青々としてピンピンとしているものを選ぶと良いです。で、食べ方はもう茹でたりいろいろあるんですけれども、アンドロステロンをより多く摂取するためには生で食べることがおすすめです。なのでザクザクっと切ってオリーブオイルと塩で和えたりとか、この前はねオリーブオイルが男性にとっていいってお話はしたんですけども、なのでダブルでオリーブオイルとお塩とセロリ和えるとかで簡単にサラダにして食べたりするといいと思います。で、その時だけ食べるのではなく、やはり食べ物ですね、こう食べ続けると良いです。ただ生を取りすぎると体も冷えちゃうのでそこは気をつけてください。ということで最後にもう一回言いますけども、いい男臭さはモテます。女子は大好き。ただの汗臭い油ぎっしゅとは違います。いい男臭さを身につけてもう今日からモテちゃいましょう。大好きです。ということで最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動です。運動することによって筋肉が育っていって男性ホルモン高まってきますので勃起力につながっていきます。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、睡眠、ストレスなんかですね、セロリやお野菜多く摂取するのも男性力をアップ、それからダイエットなんかにもなりますのでぜひ試してください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。勃起力を育てるゴールデンタイムは午前1時から3時。夜更かししてる方多いと思うんですけども、最低6時間は毎日寝たいというところですね。満月堂のふんどしパンツやホットアイマスクを使ってリラックスタイム、そして熟睡タイム作ってください。質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。ショップの URL と一緒に概要欄に書いてます。グッドマーク、そしてチャンネル登録をして応援してくださるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。満月堂のみおんでした。バイバイ。